はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、オートファジーで健康になろうというお話をさせていただければと思います。はい、オートファジーという言葉はご存知でしょうか。はい、記憶に新しいのはですね、東京工業大学のですね、大隈博士がですね、オートファジーというですね、体の反応をですね、発表されて、ノーベル医学賞をですね、受賞されたっていうことで、結構有名になった、言葉ということはですね、ご存知の方は多いかと思います。はい、大隈教授はですね、私が住んでいる平塚市っていうところの隣の大磯町にですね、住まわれている先生なので、すごくですね、親しみもあってですね、すごくやっぱり素晴らしいなって思ったところがですね、印象的ではあります。はい、そこでオートファジー、じゃあ何かっていうとですね、簡単に言うと、細胞内のですね、大掃除、細胞のリサイクルっていうふうにですね、考えていただければ一番分かりやすいかと思います。はい、細胞っていうふうに聞くとちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、人間の体っていうのは細胞の塊なんですね。はい、60兆個の細胞がこう集まってですね、人間を作っているっていうふうに言われているんですけども、例えばですね、皮膚っていうのは、皮膚の上皮細胞っていうのの集まりですし、例えば骨とか筋肉もですね、骨細胞とか筋細胞だったりとか、脳はですね、神経細胞だったりとか、本当に胃腸とか胃とか腸というのも、上皮細胞の集まりだったりとか、全て細胞の集まりなんですね。はい、で、オートファジーっていうのはその細胞を、大掃除して、細胞を、修復したりとか、リサイクルするっていうことをしてくれるんですね。はい、なので、細胞がこう元気になれば、細胞がきれいになれば人間がきれいになるっていうことが言えるっていうことなんですね。はい、でそこで、オートファジーっていうのは、要はお医者さんがですね、お医者さんが届かないところまでメスを入れることができるっていうふうに例えられたりもするんですね。要はお医者さんっていうのは内臓単位でですね、臓器単位でメスを入れることはできますけども、オートファジーっていうのは細胞一つ一つにメスが入れることができるんですよ。はい、なので、病気っていうのも、要は細胞がですね、しっかりいらない細胞がこうしっかりですね、なくなって新しい細胞が出るっていうことが、こういったサイクルができればいいんですけども、オートファジーがですね、起きることによってこういう、サイクルが活性化されるっていうことになりますし、それが残ってしまって、ゴミが残ってしまって、異常にこうその悪い古い細胞がこう増殖したりするのが、がん細胞だったりするわけですよね。なのでオートファジーでそれをこうしっかりリサイクルして、リセットするっていうことがですね、すごくやっぱり大切になるっていうところで、本当に究極のですね、健康法だっていうところがですね、オートファジーという言葉がですね、当てはまるのではないのかなというふうに考えています。で、なのでやっぱお医者さんがですね、届かないところまでメスを入れることができるオートファジーなんですけども、じゃあそれがですね、どうやって起こせるかっていうと、それが断食なんですね。はい、断食、いわゆるファスティングですね。ファスティング24時間後からですね、オートファジーがですね、活性化されてきて、24時間後から肝臓での、デトックスの機能である臓器である、肝臓でのオートファジーが活性化されて、3日目にはですね、全身のオートファジーが活性化されるっていうふうに、言われているんですね。なのでやっぱり定期的にですね、ファスティングをしてですね、全身オートファジーでリサイクルして大掃除をして、そこでまたですね、やっぱり材料ももちろん必要ですよね。骨を作るための材料だったりとか、皮膚を作るための材料だったりとか、筋肉を作るための材料とか、血液も臓器の一つですよね。赤血球だったりとか、そういったものがですね、作る材料も必要なんですけども、それを取るだけじゃなくって、やっぱり定期的に大掃除しないといけないですよね。大掃除しないと、生理もつかないですし、悪いものが溜まってしまうとそれが病気になってしまうというところなので、やっぱオートファジーをですね、しっかり利用するためにファスティングをする必要があるのかなというところがですね、すごく納得できたお話でした。はい、なのでですね、もしあなたもですね、やっぱり健康になりたいっていうふうに思われているのであれば、取るだけではなくって、定期的にですね、ファスティングっていうものをしてですね、オートファジーを活性化して、体のですね、細胞を、リサイクルというか修復してからですね、また普段の食事に気をつけていただくということをですね、していただくことを、お勧めしますというようなお話をさせていただきました。もしですね、ご質問等あれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問いただければと思います。また今後もですね、健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。